はい、こんにちは、こんばんは、キックボチャンネルの久保です。今日はですね、ジープのラングラーですね、こちらがですね、なんと5月の中旬に日本に入ってくるということに決定いたしましたので、そちらの情報をお知らせしたいと思います。ちなみにですね、お値段値下げとなります。これびっくり情報ですね。ここまでずっとですね、値上げどんどんどんと上げてきたラングラーなんですけれども、今回のマイナーチェンジの採用に関しては値下げということになります。後ほど金額の方も発表させていただきます。よろしくお願いします。では早速行ってみましょう。はい、ではですね、サイトの方をですね、ちょっと見ながら、説明の方させていただきたいと思います。ではサイトをこちらどうぞ。はい、こちらですね、ジープラングラーの US の方のサイトになります。大きくどこが変わるかっていうとですね、そんなに実は変わるところっていうのは大きくないんですけれども、まずグリル周りですね、こちらがですね、縦の長さが短くなりますよと、あとはブラックのグリルになってですね、ちょっと締まった印象になるかなと思います。結構このグリルデザイン人気あるので、かなりグリルが変わるだけでも顔の印象変わりますからね、いいのかなと思います。あとはちょっとアンテナがですね、ピコッと立ってたアンテナがついてたんですけど、これがウィンドウアンテナっていうところで、ウィンドウに内蔵されるというところで、ピコッと外に出るアンテナはなくなるというところですね、が外観上は変わってきます。あとはホイールデザインですね、こちらホイールのデザインですね、こちらがですね、各グレードホイールのデザインが変わってきますという形になっております。はい、であとは内装なんですけれども、内装でですね、一番大きく変わる部分というのはこちらですね、ディスプレイ、ナビディスプレイですね、こちらが 12.3 インチのスクリーンになると。でこれに関しては US の方では全グレード、ナビ付きでないものに関して標準という形になってますので、日本に入ってくるものに関しても、ここでねサイズ変えるっていうことは考えづらいかなと思いますので、8インチではなくて 12.3 インチが採用されるのではないかというところでございます。はい、でそしたらですね、まずグレードの方を見ていこうと思います。はい、こちらなんですけれども、モデル比較でいきましょうか。こちらですね、日本に入ってくるグレードなんですが、まず今まで通りこのルビコンですね、アンリミテッドルビコン、こちらは日本に入ってきます。それとですね、アンリミテッドサハラですね、こちらも日本に今まで通り入ってきますと。で今回実は新しくですね、新しくというより戻ってくるという意味ではスポーツが戻ってきますというところになってます。本国ではですね、スポーツとスポーツエストっていうのがありまして、実際ですね、これはスポーツ S、 これがですね、日本ではスポーツと、アンリミテッドスポーツっていう名前で、再販されるんではないかというふうに予想してます。これはちょっと後ほど発表しますけれども、お値段の兼ね合いでですね、こちらのスポーツ S になるんではないかなというふうに考えております。でなぜかというとですね、こちら比較で見ていくと分かるんですけれども、スポーツモデルに関してはパワーウィンドウとかそういった装備がついてないんですね。で日本人の好みでちょっとパワーウィンドウないとかっていうのはありえないかなと思うので、これに関してはスポーツ S が入ってくると思います。はい、で、どういった差があるかっていうところに関しては、ちょっと細かい差はあるんですけれども、今まで通りですね、ルビコンっていうグレードがどちらかというと、クロスカントリー色が強いグレードという形でですね、このサハラっていうグレードが、タウンユース向きのちょっとハイクオリティのグレードで、ベースグレードとしてこのスポーツ S というグレードが入ってくるんじゃないかなと。で、US の装備と若干国内装備に関しては、US でオプションになっているものが、日本国内では標準になるっていうものが出てくるかなと思いますので、そういったところもちょっと見ながらですね、やっていけると、いいのかなというふうに思います。で実際ですね、装備の方、このウイルスはちょっと抜いてもらって、スポーツ S とルビコン、サハラっていうところで見ていけるといいのかなと思うんですけれども、基本的にですね、前者アルミホイールはこの今のスポーツ S ルビコンサハラがそのまま入ってくるとしたらついています。はい、でスポーツ S でもですね、アダクティブクルーズコントロールだったりとか、そういった装備っていうのはある程度こうついている形にはなりますので、そんなにですね、スポーツ S だから
ちょっと装備がかなり少なくなっちゃうかなっていうことはないというふうには思いますですね。で、金額なんですけれども、スポーツ S の方がですね、アメリカの国内販売価格がですね、$42,585ということになっていますね。はい。で、ルビコンですね。ルビコンの方が、$53,785と。で、サハラがですね、$51,685という金額になります。まあ、このまま、円換算をするとですね、約 1.5 倍になりますので、まあ、ルビコンが、まあ、800万弱というところですね。サハラが760万ぐらいかな。はい。で、スポーツ S の方が、640万ぐらいになるのかなというふうには思うんですけれども、実はですね、金額の方はもう聞いておりまして、それでは金額の方を発表させていただきますけれども、まず、アンリミテッドスポーツっていう形に国内ではなると思います。アンリミテッドスポーツのお値段が799万円という金額になりました。続いてですね、アンリミテッドルビコンですね、国内販売ルビコンのお値段なんですけれども、こちらがですね889万円と、現状はですね905万円かなで売ってますので、900万円を切ってきてですね、約19万ですかね、違うかな、905万円なので、16万ですね、ごめんなさい、16万安くなるというところで、まあ、そこそこ安くなってきますね。で、サハラなんですけれども、こちらが839万円ですね。で、今のお値段が870万円なので、サハラに関してはなんと31万円値段が安くなるというところでですね、かなりお得になってくるのではないかなというふうに考えております。いかがでしょうか。はいはい、ではですね、ビルド、これでちょっと見ていきましょうか。はい、こちらサハラですね。で、まあ、日本仕様だ と、ソフトトップではなくてハードトップになるかと思いますので、ちょっと若干これ US 仕様なんで見た目が違うかなと思うんですけれども、カラーはかなり多いですね。まあ、日本仕様ちょっとカラーの方が減ってくるかなと思います。まあ、ホワイト以外はですね全てオプションカラーというところで、ビキニパールコート、まあ、これが日本に入ってくるかどうかわからないんですけれども、ビキニパールコートだけ$895っていうオプションですね。まあ、多分国内だと15万ぐらいかなのオプションになるんじゃないかなと思います。で、ホイールの方はですね、サハラ18インチになっています。で、これもそのまま入ってくるのではないかというふうには思うんですけれども、タイヤに関してはオールテレインではなくてオールシーズンの方で入ってくるんじゃないかなと思います。で、今ちょっとサイドステップがこれついてない状態なんですけれども、国内のサハラに関してはサイドステップ付きになると思いますので、こういう感じですかね。で、ハードトップですね、この形で日本の仕様は入ってくるんじゃないかなというふうに思います。で、インテリアなんですけれども、まあ、インテリアについてもですね、多分標準はこの 12.3 インチのディスプレイオーディオのタイプですかね、国内でいうね。で、まあ、ナビを後付けで付けられるっていう形になるのかなというところですね。で、それ以外はまあ、大体これで国内仕様に近いのかなと思うんですけれども、で、エンジンは2リッターですね。2リッターの DI ターボエンジンですね。で、これ発足オートバになるんですかね。はい、こんな形でですね、日本仕様サハラ入ってくるのではないでしょうかというところですね。で、まあ、アメリカの金額だと、$53,975というところで、約800万ぐらい。
というところがアメリカの本国価格なんですけれども、日本でのサハラの販売価格は839万円という金額になります。はい、続いてですね、ルビコンの方を見てみましょうか。ルビコンも同様にですね、カラーは同じカラーになっていますね。はい、これも国内に入ってくるときにどういうカラーが採用されるかっていうのはちょっとまだ決まってないということなので、まあ決まってないというか、あのディーラーさんにお伝えされてないということなので、これから伝えられてくるんじゃないかなというふうに思います。で、標準がこういったホイールになってくる、これも一緒じゃないかなと思うんですけれども、あのオプションでですね、結構、ブラックポケット付きみたいなホイールも選べるようになるのかなと思うので、35インチのタイヤパッケージとかですねにするとまたちょっと見栄えが変わってくるかなと思いますが、フェンダーに関してはあの樹脂の形ですね、これも変更はないんじゃないかなと思います。で、もともとルビコンについてはですね、こうハードトップで日本にも入ってくるという形になるかなと思います。エンターテインメントの方もですね、こう 12.3 インチこれは一緒になるかなというふうに思いますので、だいたいこの仕様で入ってくるんじゃないかなと思うんですよね。うん、そうですね。で、そうするとですね、ちなみにこれも 3.6 リッターの方で入ってくるかな。6速と8速が選べるんですね。ホイールのところで、うちのペアムシなんですが、なんでかちょっと2リッターが選べないんですか。金額は0ドルなので、同じ金額なので、ちょっとこのままいっちゃいましょう。するとですね、5万9280ドルというところで、そうですね、これだと9万ドルになっちゃう、900万になっちゃう、ちょっとアメリカの方が金額高くなっちゃう、若干ごめんなさい、装備が、あ、この辺かな、6速のスタンダードとかですかね、ギアアクスル比も多分スタンダード。そうですね、そうすると5万3785ドルというところで、まあ、800万ぐらいという金額になると思いますが、国内金額に関しては日本の販売価格889万円という金額で入ってきますというところですね。まあ、このような仕様に、あ、ごめんなさい、ちょっとトップがハードになってないです。あ、変わりましたね。はい、こんな仕様で日本に入ってくるのではないかなというところでございます。はい、で次がスポーツですね。まあ、多分スポーツはこのスポーツ S の方で入ってくると思いますが、見た目はですね、どうでしょうか。ちょうどルビコンとサハラの間ぐらいで、悪くないですよね。結構かっこいいかなと思うんですが、うん、いいですね。はい、こちらのですね、まあ、ホイールは多分この形なんでしょうね。
エンターテインメントがですね、本国だとこれナビ付きが選べないんですよね、スポーツに関してはね。日本だとどうなるんでしょうね。あとはね、ちょっとフォグランプが LED がついてなかったりとか、まあ、装備の方がちょっと一段下がる形になるかなと思うんですけれども、まあ、オプションで付けられるんでね、この辺の自由度考えるとスポーツっていう選択ももしかしたらありなのかもしれないなと思いますけれども、ですね、4万4280ドルっていうところで、まあでも700万ぐらいですから、今回799万円で、日本に入ってくるっていうことなので、まあそういう意味ではですね、結構ジャパンが頑張ったっていう感じですかね、うん、値段はだいぶ買いやすい値段になるんじゃないかなと思います。まあ、もう周りのね、日本の国産車含めてですね、輸入車に関してはこの円安で値段の方がだいぶ上がっている中で、まあ、ジープラングラーはなんと値下げをしてくるということでですね、まあ、特にですねサハラに関しては大きく値段が下がってきますので、結構お得なんじゃないかと、まあ、急いでですね在庫車を買うよりも、5月のこのマイナーチェンジモデル、これを待った方がいいっていう場合もあるのかなと思います。ただですね、値段が下がっているのがディーラーさんの方も分かってますので、まあ、逆に値引きチャンスっていうのが今到来している可能性もあります。在庫車に関してはかなり値引きが大きくなる可能性ありますので、まあ、そこを狙っていくっていうのも一つの方法ですよね。はい、かっこいいですねこの新しいグリル、まあ、ちょっとね、あのランクルを乗ってる僕としてもですね、もうゲレンデ、まあ、G クラスとね、このラングラーに関しては本当に好きな車ですし、一回乗ってみたいなっていう車ではあるのでですね、ここで値下げをしながらマイナーチェンジで新しいモデルが出てくると。で、特にインテリアのねディスプレイとか 12.3 インチだいぶ現代版のイメージも出てきてますし、まあ、グリルもかっこよかったりもするんでですね、ちょっと気になってるお車かなと思ってます。なのでまたこれがですね国内に入ってきたら、市場とか内外装っていうのをちょっとやっていけたらなと思いますので、ぜひその時はまたお願いいたします。今回の動画はですね、ジープラングラー、こちらがですね5月の中旬に、日本導入が決定しましたというところとですね、値段が下がりましたというところをですね、お伝えをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、この動画がですね少しでもためになったよっていう方はですね、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。キックオチャンネル久保でした。ありがとうございました。